私、荒ラギさんのことが嫌いです。迅速にどっか行っちゃってください。くらえ。すまぬ、待たせたの。おう、形も出たい。うちどべ。みんな、揃ったかの。お姉ちゃん、とっても可愛いです。わしは見ての通り男じゃぞ。でもその水着、女の子用です。なんじゃと？店員には普通のトランクスが欲しいと言ったのじゃぞ。これってまさか秀吉の？なんじゃ？秀吉くん！秋！木下、早く胸を隠して。なぜじゃ？わしは男なのに。死してなお一片の悔いなし。あなたが私のマスターか。マスターサーバント、セイバー召喚に従い参上したマスター、指示を。何やってるんですか、千鶴さん。何って、夏休みといえばラジオ体操でしょ。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、あ、あ、続いてお尻を大きく上げてにゃんこのポーズ。そのままヒップを引き締める運動。1、2、1、2、1、2。さ、コウタくんもご一緒に。これじゃラジオ体操じゃなくてエロス体操です。どうした、光彦、変な顔して。いや、変な顔なんてしてませんよ。ちょっと彼女を見ていただけです。ん、彼女って灰原のことか。ええ、灰原さんって口調はきついけど本当は博学多才で大人っぽいっていうか、なんかミステリアスだと思いませんか。ピカチュウ、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 今日は平気。どうしたのその手。さっき赤城博士が巻いてくれたの。何してたの。秘密。もう少し上手くなったら話す。拓也さんの絵本の中で鶏は卵だったことを忘れてしまう。コマリさんも同じだ。タクヤさんを思い出しては忘れることを繰り返してる。けれど鶏は最後に思い出すんだ。自分が卵だったことを。あんまり情けないようだったらその顔に一発パンチかませてやろうかと思ってたけど、必要なさそうね。よこ、地下のシェルターは全くの無力。ロシューたちも危ない。聞いたわ。でもこういう絶対的なピンチを何とかするのが
証拠は必要ありません。そうだ、必要ない。そもそも我々が彼をどう認識するかは問題ではないのです。なんだと。大勢の者が彼を見たと聞きました。ならば彼が巨人と戦う姿も見たはずです。周囲の巨人が彼に群がっていく姿も。つまり巨人は彼のことを我々人類と同じ捕食対象として認識しました。我々がいくら知恵を絞ろうともこの事実だけは動きません。うるさい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 。なら俺買ってくるよ。待て六条。痛いよ先生。確かに何かを感じる。誰かに見られているような、俺が誰かを見ているような。だからこそこうして極秘に集まっているんでしょ。自作のことわざだからね。意味はないんだよ。玄関だけじゃないよ。裏口に防火扉、各階のエレベーター、全ての出入り口が軒並みやられているね。窓もエレベーターも封鎖されてた。何を笑っている。ホムラがセプター4をなめるな。それが私、カンバル・スルガの人生だ。実際爪切りだってなくしちゃったし、まあ部屋が散らかっていることと、そんな宿命みたいな人生観を絡めて語っていたら、戦場ヶ原先輩や荒木先輩に怒られてしまうかもしれない。君、何とかしたまえ。あの客はすごく怖いんですよ。だからうまく言葉を選んでるな。選ぶってどんな風に。なんていうか、つまり言うと柔らかめな感じで。あん、柔らかめ。ねえねえ、さっきから何してるの。こうやって鮮度を確かめてるのよ。ブヨブヨしたお魚は古いから買っちゃダメなの。面白そう。僕もやる。やるやる。これ買っていいと思うよ。これもいい。私がいるのは凪様の乙女になるためと。だから私は どうしてあなたがいるの。あなたさえいなければ。飛べ。敵がどれだけいようと、このグレンが通用しなかったらおしまいな。グレンをなめるな。土足で。あんたらは後回し。私ってどんな子。塚本天馬、16歳、身長154センチ、体重43キロ、ルックスもスタイルも普通、多分クラスでも目立たない方。運動ダメ。
勉強ダメ、料理ダメ、全然いいとこない。ううん、そんなことない。みんなで集まって何かするのって慣れてないから緊張しちゃっただけなの。そっか。でも今日はとっても楽しかった。そう、それならよかった。ええ、真田くんのビームも見れたし。それはできれば忘れてくれ。まあ、もっとも。春というには自己主張の足りないつつましい胸ですけど。ああ、でもこのつつましさこそがお姉様の罪深さ。奥ゆかしくも悩ましい誘惑に黒子の心は壊れてしまいそう。お姉様がそんなにも黒子のことを思ってくださったなんて、黒子はもうどうにかなってしまいそう。お客様、お姉様、申し訳ありませんが他のお客様のご迷惑になりますので。白鳥龍士さんですか？え？あ、はい。やっぱり、お待ちしてました。私が大家の青葉小杖です。自分の名前も名乗れねえってのか？てめえ、さてはこそ泥だな。たく恥かいちまったぜ。あのね、七子もね、お絵描き大好き。お兄ちゃんと一緒だよ。お兄ちゃん、七子嫌い。花子のこと好き？僕？は？僕？女の子なのに僕？女の子なのに僕？私さっきあなたに友達って言われてすごくほーってなったのかも。私夏目。